もし忍びの道を極めたら、その次に私は何を目標にすればいいのでしょう。素敵なお嫁さん。ですが、素敵なお嫁さんになるにはどうすればいいのでしょうか。とはいえ、プリプリ言ってるだけでは素敵なお嫁さんにはなれませんよね。でも、具体的に何をすればいいかは分かりません。分からないのなら、いろいろな人に聞くしかありませんね。